どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、ピーチボーイリバーサイドの第5話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、アジへの差別というところで、フラウとキャロットがですね、街で買い物をしている中で、こう、フラウが アジンへの差別まあこう1話をねこうまあ見た身としてはですねまあアジンへの差別がね、まあ、こんなものだっていうことはまあ大体ね知っていたんでまあこうそこまでこう驚くというかなんかうんそういう感じのことはなかったんですがまあこうまあその何て言うんだろうね、まあ、人間の差別意識というかねそういうところを初めて見たキャロットはですねかなり衝撃を受けているっていう感じでした。 まあでもね、こう、フラウがいくらこう敵対している、まあ人間とね、こう敵対しているアジ人とはいえですね、まあこう敵のかけらもないフラウに対してですね、まああんな、こう、まあね、何て言うの、ダイキンのお釣りをね、地面にわざわざ落とすとかね、なんかんそういう対応をしているっていうのを見ればですね、まあなんか自分から敵を作ってるというかね、なんかそんな感じがするし、まあキャロットがね、そもそも憤りを覚えるっていうのもですね、まあこう無理ないなっていうことを感じました。 うん、まあ本来フラウが起こるべきところではあると思うんですけどね、うん、でもフラウはもう慣れてしまってるから何も、まあ、感じないっていうところがまあなんていうか慣れっていうのは恐ろしいなっていうことをね感じた話でもありますまあね元はホーソンが言うにはですねキャロットはフラウに懐いているっていうことだったんですがまあその後のねキャロットの行動を考えればですねまあ、こうホーソンの嫌な予感がまあ嫌な予感というかまあ まあ最悪のシナリオというかね、なんかもうそっちの方が当たってしまったらっていう結果になったわけですよね。そう。確かにね、まあ、キャロットからすればですね、まあこう、フラウの扱いに対して、まあこう、まあ、まあ、憤りをね、まあ覚えるのはそれは普通だよねっていう風な感じがしました。そういうところで、まず一つ目の感想である、アジンへの差別というところ、終わっておきます。で、次、二つ目ですね。 吸血鬼との戦いというところで、この街の人間をですね、まあ皆殺しにしてほしいっていうキャロットの話を聞いて、吸血鬼が、まあこう、サリーをね、殺すことに対してすごくやる気が出ていたわけなんですが、まあ、フラグがですね、前座として倒されてしまうっていうのはですね、まあ予想外ではありました。うん。まあ、そうだな、結構その辺が予想外だったんですが、まあ、とはいえですね、 フラウが死んでからこう天国に行っていたわけですね。そう。まあ、でもその天国で復活してきて、でこうまあその時にね、ちょっとだけこう解放した力を使って吸血鬼をね、あっさり倒してしまうっていう話なんですよね。そう。まあ、結構それに関してはびっくりしましたね。まあ、でもあの時にこうフラウが使った力ですね。まあ、それが一体何なのかっていうところが、まあ個人的には気になって気になって仕方がない。 っていうところではそのまあ本気を出したフラウにですね、まあ、一撃で倒されてしまった吸血鬼だったんですがまあサリー相手にはですねこう頭を使ってこう淡々とね追い詰めていっているっていうのを見るとね、まあ、こうまあ結構頭切れてるよなっていう感じだしさすがはね好奇だなっていうところっすよねなんかそういうことを思ったりしましたそう結構その辺はね普通にびっくりしたし。 本当にね、なんか、すごいですよね。あの、こう、まあ、サリエの服には自分の、こう、使う血が、血でのダメージが通るんだっていうところを見破る話ですね。あれ特にすごいなっていうふうに感じましたね。またですね、こう、なんだかんだで、キャロットもですね、まあ、サリエのことも大切に思ってるんだっていうこともですね、まあ、この辺の、こう、まあ、吸血鬼とのね、戦いの中で、まあ、伝わってきて、その辺はね、良かったなという感じでした。 そういうところで、二つ目の感想である、吸血鬼との戦いというところ、終わっておきます。で、次、三つ目ですね。吸血鬼の過去というところで、フラウに倒された吸血鬼の過去の話がね、まあ描かれていたわけなんですが、まあね、恋人をその鬼の本能で殺してしまったっていう話ですね。そう、まあ、その話が結構泣けてくるシーンではありました。 まあでもね、吸血鬼にとっての、まあこう、鬼の角ですね。これがまあ、牙であるっていうのが結構びっくりだったんですが、まあね、それがわかると、まあ、通りでね、気泡を口から打てるっていう話が、まあこう、まあ、わかるんだなっていう、まあ、なんていうんだろうね。その気泡をね、口から打てるっていう話と、なんかこう、その辺の、こう、過去の話ですね。そう、過去の話に繋がってくるっていうふうには思わなかったんで、まあ、結構、なんか、んなんていうんだろうね。 話の、なんていうの、あちこちの部分が回収されてきてるな、っていう風に感じました。まあ、とはいえですね、今回の吸血鬼の話とかをね、聞いていると、まあ、こう、サリーの目指しているその鬼と、まあね、人間が共存するところですね。なんか、そういうことは不可能ではないのかな、っていう風に感じたりしました。まあね、今回のその吸血鬼に関してはですね、まあ、鬼であるっていうことを隠していたというのが結構、まあ、 まあ人間とね、まあこう人間の女性を愛せたっていうところの大きいところではあると思うんですけどね。うんまあ、でもね、なかなか不可能ではないなっていうふうには感じましたね。あとはですね、こう、角をなくしておけばよかったっていう吸血鬼がですね、こう、角を実際なくしているケロットをね、羨ましがるっていうのもですね、過去の話を聞くとうるっとくる話ではありました。そういうところで、三つ目の感想である、 吸血鬼の過去というところ終わっておきます。で、最後にというパートに入っていくんですが、今回ですね、キャロットが人間の味に対しての、まあ、こう、まあ、悪意ですね。まあ、それに対して触れてしまっていたわけなんですが、まあ、その対象がですね、フラウだったっていうところが、今回の事件の一番の要因だったような気がします。うん。まあ、一番の原因ですよね。そう。 それとですね、キャロットがサリーの力こそね、差別だって言ってね、ちょっとこう、まあ失望というか、まあそういう感じが結構雰囲気に出ていたわけなんですが、まあ、結局ね、サリーのこともですね、まあ、心から憎むことはできていないんだっていうところが伝わってくる話でもありました。またね、こう、フラウが天国で話していた女性ですね、まあ彼女が一体何,何者なのかっていうところとか、 どうしてね、フラウダけこう何度も復活させてもらっているのかっていうところですね。まあ、その辺の話がいろいろと気になる話ではあります、まあ。とりあえずね、次回の話がどうなっていくのか今から楽しみですというところで、今回のピーチボーイリバーサイドの第5話の感想ですね。こちら終わっておきます。で、今までにもですね、第1話から第4話の感想ですね。 それぞれ過去の放送で喋ってますんで、よかったら過去の放送もね、聞いてみてくださいという話と、今日はね、他にも日本更新しておりまして、精霊幻想記の第4話の感想と、僕たちのリメイクの第5話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もね、聞いてみてくださいという話と、明日ですね、明日は3本更新するんですが、 死神坊ちゃんとクロメイドの第4話の感想と、月が導く異世界道中の第4話の感想。そしてですね、ブルーリフレクションレイの第16話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで、本日ね、えー、本日2本目のラジオですね、こちら終わっておきます。以上、沼さんでした。 それでは次回の放送でお会いしましょう。えー、以上、うまさんでした。それでは、えー、またね。バイバイ。